7月31日水曜日、時刻は23時1分になりました。こんばんは、ホワイドルのチャルンことあきちゃるです。はい、今日は7月最後の日ということで、皆さん7月1ヶ月間お疲れ様でした。暑い中、はい、ということで、そんなね、ラストの日に、ラスト1時間私たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ということで、暑い日にはね、この曲を聴けば爽やかになるかなと思って、オープニングナンバーはこの曲をお届けしたいと思います。聴いてください。シューシュースター。
7月31日水曜日、ココドリに恋の噂はスタート。セットチェンジ。ということで、改めまして皆さんこんばんは。週の真ん中水曜日、ホワイトアールの青木シャールとはーちゃんこと浦谷春奈とニッパーです。よろしくお願いします。ニッパーのお尻。はい、ということで今週も始まりました、ホワイトアールに恋のさ。今日の配信で106回目、配信通算219回目となりました。素晴らしい。今日も来てくれてますか？どうですか？来てくれてますか？暑くない？暑いですよね。暑いね。今日何度ですか？何度ですか？私ね、天気バグってて何度か分かんないのに60何度とか出てくる。見る？春菜の天気。今、渋谷区はあれ28度です。28度？28度でした。春菜のね、やつではね、渋谷区83度です。やばい。ね、これどうやって直すのか知らないですか？アップデートとか出てこないんですよ。なんでバグるんだろうね。そう、気温が分かんないから服装いつも困ってて、うん、消してないのかな。天気のアプリ取り直すとか、ね、あれ取り直した気がするな。取り直してもこれなの、うん、東京83度。83度はちょっと生きていれるのか。砂漠ですね、それは。これでも何やってもダメだった。なんでだろう。でもね、前にもね、なってた。これなんか結構なってる人多いよね、うん、そういうの。なんでなんですかね。83度。暑い暑い暑いね。だって83度だもん、東京。そら暑いよ。生きていけない。83度だったアマゾン。アマゾンより暑い。アマゾンって熱帯雨林だよね。アマゾン通販だけど、ね、元は熱帯雨林だからね。アマゾンって。そうらしいですね。はい。はい、ということで、ですね、今日もね、24時までの1時間生配信していきたいと思います。ね、このね、配信は3件配信となっていて。そうなんですよ。はい、ショールームとペリスコープと楽天ライブの3件配信で今日も配信します。はい、はいはい、ショールームがメインの配信になっていて、コメント読んだり、ギフト紹介、ギフト投げてくださった方を紹介したり、はい、最後ランキング10位内に入ってくださった方のお名前紹介したり、アンケート機能を使う時もあります。で、はい、楽天ライブなんですけども、楽天ライブは、一番私たちに近い画角からの配信となっていまして、一番の特徴としてはライブコマース機能が、はい、搭載されておりますので、まあ、グッズだったりチケットだったりっていうのをね、配信しながらその場で買えるっていう素晴らしい機能がついた配信になってます。で、楽天ライブは最後におまけコーナーっていうのをやっていて、うん、この3件配信の中で一番最後まで配信される、あの、媒体になりますので、まあ、あのショールームをメインで見てても、最後おまけコーナーだけ楽天ライブ見に来てもいいし、こちらはアーカイブが残るので、後からね、あの、見たくなったなって思ったらアーカイブで見に来ていただいても大丈夫です。はいはい、もちろんね、楽天ライブメインで見ていただいても大丈夫ですが、コメントの方はね、あの、読まないので、基本的にコメント読んでほしいよって方はショールも見てください。ペリスコープも同じくコメントも拾わないですし、基本的に目線があんまりそっちに行くことがないと思うんですけれども、ペリスコープの特徴は全体を、はい、配信中のフォワードルとスタッフ全体を見渡せるという面白いアングルで配信しておりますので、はいはい、通な方はよかったらペリスコープをご覧ください。こちらもね、アーカイブ残るので、あの、後ほどね、ちょっとペリスコープの画角どんなでやってるんだろうっていうの気になったらね、後から見ることもできます。はい、はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じで、うん、この3件で配信しております。はい、はい、では説明も終わったので、まずは1週間の活動報告をしたいと思います。はい、7月の27日土曜日を、音の細道愉快な仲間たち in 新潟ロッツ、トラベリングソウルツアー2019台湾ツアー新潟編に出演しました。で、28日日曜日は音の細道愉快な仲間たち in 桃源郷、桃源郷ケミカルリアクションの長谷川理沙ちゃんの生誕祭、はい、
で昨日7月30日火曜日はカリアセーラーちゃんとループさんの、ね、主催ライブをホームボリューム5に出演させていただきました、はい、ということで今週はですね新潟でね4回ライブがあり、はい、昨日は東京でねライブして今日は7月ラストはね、うん、配信で、 配信で、はい、締めくくり締めくくりな感じになっております。思ってますし手なし、はい、はい、新潟、うん、新潟はね7月の何したんですか。治った。え、何何何したんですか。すごいなんで治った。よかったね。もう何ヶ月もずっとこれだったのに。明日からちゃんと服装分かる、ね、選べる。はあ、すごい治ってる。なんで、マジックですか。設定で簡単だった。あ、設定の問題なの。びっくり。これマイニャにも教えてあげよう。後で教えてくださいあ、ごめんなさい、どうぞ。あ、はい新潟はあの7月のね、うん、最初の方にあの定期公演の出張で、はいはい、行ってきました。2週間後ぐらいかな、その、うん、またね行けてすごく嬉しかったです。本当にね、あの新潟のライブはいつも暖かくて、あとね、ケミカリちゃんもねいっぱい呼んでくれて、でケミフォワっていうあのケミカリちゃんとホワイドール の、 あの合同ユニットみたいなのをいつも新潟ではやってるんですけど、ね、ケミフォワそうとかやったりとか、はい、本当にとても素敵な時間を過ごせた新潟でした。また8月新潟が決まって12日に新潟行くことになりました。本当にね、あのすごくいつも新潟でも待ってるよって言ってくれる方もいらっしゃるので、その方たちにね一つでも多くのライブをまた来月続けてたらなと思います。はい、はい、で昨日セラちゃんとループさんの主催ライブだったんですけど、うん、平日なのにすごい人だった。平日なのにすごいたくさんの方が応援に来てくれて本当にありがとうございました。おかげで特典会がすごい、うん、バタバタだったんですけれども、たくさん来てくれて、ねね、嬉しかったよね。本当にありがとうございます。もうなんかホワイトオールのファンじゃない方もこう並んできてくださったりとか、初めましての方も多かったね、うん、昨日ね。そうそう、うんうん、本当に特典会もねすごくあの結構ループの時っていつもね、そもそも時間がタイトなんだけど、昨日はより人が来てて、うん、さらにタイトだったんですけれども、みんなの協力あってちゃんと時間内に終わることができました。本当にご協力ありがとうございました。ゆっくりね喋れなかった方も多いと思うので、またねあの別のライブで話したかったことをぜひ話しに来てくれるととても嬉しいです。はい、昨日はねあのセイラちゃん、仲いいセイラちゃんの主催ライブということで、私たち2曲ねセイラちゃんに歌詞を書いていただいてたんですけども、そのうちの1曲東京ダンシンをアンコールでコラボさせていただきました。はい、楽しかった、うん、なんかね、本当にさやちゃんは同世代なんですけど、うん、すごく尊敬しているし私たちもね。そうなんかね、さやちゃん本人にも伝えたんだけど、あの歌詞の世界観とかがなんかあそこをつくかっていうところをいつも書いてて、なんか同じね同世代なのにどういう生き方したらそんなに素敵な歌詞が書けるんだろうっていつもね本当に思うの。だからなんか年の近いなんかお友達でもあり、なんか尊敬するアーティストでもあって、うん、だからそんなね大好きなセイラちゃんに2曲も歌詞書いてもらえててとても幸せだなって思うので、うん、残りね4ヶ月だけど、その間にもまたコラボしたいし、その間にもその2曲もね大事にちゃんと歌えていきたいなって思いました昨日改めて。うん、夜泳いでとかもね最初聞いた時に涙出たぐらい本当にいい歌詞で、大切に歌っていきたいね。これからもいっぱいたくさん大切に歌っていきます。はい、はい、こんな感じで1週間を過ごしてきました。はい、7月会いに来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そうそう、またクロスオーバーフェスで一緒ですね、名古屋9月。そうなんですよ、嬉しい、うん、そうなんクロスオーバーフェス楽しみにしててください。楽しみですね。まあ、ただじゃ終わらないんでね、クロスオーバーフェスも、ね、いつもなんかコラボステージとか用意してくださって、うん、そうそう、なんでしかも今回は私たちの活動終了のこともあって、すごいクロスオーバーフェスさん気合が入ってくださってて、フォアドル祭りだって書いてくれてるんで、うん、ぜひ本当にありがたいです。ちょうどねその次の次の日
次の日か、次の日がね、ツアーの名古屋公演っていうこともあるので、よかったらぜひ遠征してクロスオーバーの方も遊びに来てください。あ、ちなみに今回はバンドでは出ないです。クロスオーバーフェス多分出ないです。はい、出ないです。トラックでの出演になりますので、ツアーはね、バンドの、うん、そうですね、バンドメンバーもついてくるので、ぜひ楽しみに待っててください。そうそう、コラボのね、 T シャツももう発表されてて、色合いね、着やすいやつを一応選んだつもりなので、よかったらぜひクロスオーバーフェスとフォワードのコラボも、うん、ぜひぜひ。 3色あります。はい、白、黒、グレー、文字色がピンク、グレーはピンクですね、うん、はい、なんでよかったらぜひゲットしてください。お揃いで素敵な T シャツ着ましょう。着ましょう。じゃあ、はい、ツイッター拡散タイムいきますか。そうですね、うん、じゃあまずは配信をしてるよとツイッターにツイートするので、それリツイートお願いします。さっきツイートしたばっかりだから引用にしようかな。ちょっと事前のツイートができなくてごめんなさい。なんかコピーしたらティフの大抵コピー出てきた。なんで前回のコピー履歴の方が残っちゃった。そういうこと。暑いね。しかし明日ティフのリハってさ、明後日本番じゃん。やってけるかな。やってけるかな。でもなんかフォワードル結構1日目の暑い時間は中だから。確かに富士横だからね、最初。そうで、2日目も特典会お昼なんですけど、うん、ステージは夜だし、うん、そんなに暑いっていう時間にライブはないかな。確かに確かに、ね、特典会はちょっと暑いかもだけどね。なんかあの他のグループも見る方が多分ほとんどだと思うんですけど、うん、なんかフォワードルしか見ないよって方はね、うん、今回はもしかしたら結構快適に、ね、なって過ごせるかも。でもそれでもあの水分補給とあと本当になんか冷たい巻くやつとか T シャツ、替えの T シャツは絶対に持ってきた方がいいし、なんか今はなんかあれはレディースだけなのか分かんないけど、マイナス3度っていうなんか汗拭きシートがあって、ね、あ、でもそれ拭いとくとしばらくスースーするね。男性も絶対うん、あると思う。なんかね、そのシートを T シャツの中にこうやって入れとく。首のとことかにね、こうやってつけといたりね。春っていうか、なんか多分なんかなんて言ったらいいですか、ね、春はインナーとかに挟んでたよね。インナーとか挟んだりとかして、うん、結構涼しい。結構ずっと涼しいです、うん、なんでよかったらぜひ皆さん、スースーする汗拭きシートとか結構涼しくなるんで、ぜひね、うん、使ってみてください。はい、使って使用、ね、のね、タブレットとかも売ってるから。あと扇風機とか。どこで売ってる。薬局で売ってます。春のね、さっき買ったよ。見せようか。レディースボーイ。でもコンビニとかに普通に売ってますよね。多分男性も普通に買います。フォワドルが愛用中の。あ、使って、ニッパー使ってるみたいです。あとはフォワドルのグッズで汗拭きシートも出てるんでね、よかったらぜひゲットしてください、うん、フォワドルが愛用してるのはこちらです。これです。これめっちゃいいです、本当に。でもね、今ね、ニッパーも使ってるって言ったから男性も使える、うん、いい匂いですね。白いやつは多分なんか普通の香りなのかな。これ、あ、そう、無香料もあります、うん、あ、でもね、フォワドルはね、リフレッシュフローラルの香りってやつが好きで、この間ね、春菜、あのバンドリハの前にすごい汗かいたから、うん、拭いて、トイレで拭いて戻ったの。したらチャールに、え、なんかすごいいい匂いするって言われたからいい匂いなんで、うん、ぜひ使ってください皆さん、メンズの皆さん、うん、ダメだよ。フォワードルのグッズ売れなくなる。一応フォワードルの着るだけはちょっとこれ使ってもいいよ。でもフォワードルのグッズで汗拭きシート出してるから、それをいっぱい買って、おた友達に配ればいいよみんな。どう？本当にフォワードルのグッズ夏ね、うん、必須のアイテム売ってるので、うん、ぜひ。そう、だってみんなさ、特典会参加するのにグッズ買わないといけないじゃん。だから今回汗拭きシートとウェットティッシュは消耗品をね、選んだんですよ。なんでいっぱい買って小田友達に配れば、ここにねホワイドルって書いてるから、フォワドルの宣伝にもなるし。そう、ティフは絶対みんな汗拭きシート使うから、うん、ぜひみんな、うん、フォワドルのグッズの汗拭きシート、ね、今年いっぱい買ってくださいね。ティフにいっぱい持ってきます。はい、
はい、では、ギフトの紹介に行きたいと思います。マクラーレン高田さん、カニ、カニ懐かしい、カニちゃん、カニ10、カニ、ハート100、タコ5、シュウ3、ハート1600、1、どこそれ？どこ？親指と？10 11 12 13 14 15 16、いいね。ゴールデンさん、尊い9、尊い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 暑いね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 、パチパチ。たっくん3、尊い2、尊い尊い、エッジ、エッジかっこかっこミッ三角ハイフミックス3、ハート100、サッチャーさん花束、カニ、メガネのモンキチさん、尊い6、尊い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 、2、ブンさん、いいね、熱いね、5、熱いね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 、何これ恥ずかしい、トリプルアイス10、さけどんさん、熱いね、2、熱いね、熱いね、とし、ね、ひこさん、いいね、熱いね、熱いね、こばさん、熱いね、たつ、ね、さん、カニ、熱いね、いいね、なまこさん、花束2、アーキーさん61さん、暑いね、に暑いね、暑いね、おやくたさん、タコ5、コージーさん、暑いね、に暑いね、暑いね、尊い6、尊い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 、たかしーさん、ハート100、シューツースターさん、カニ2、カニカニ、お花畑さん、カニ2、カニ、エクレアドーさん、カニ6、カニ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 、きのさん、カニ、カニ、かずきさん、あついね、あついね、はねるさん、トリプルアイスに、ゼリー、かっこ本人さん、赤だるま100、あ、ジュリーさん、失礼しました、ジュリーさん、赤だるま100、ありがとうございます。たかしさん、あついね、いいね、よっちゃんの3代目さん、カニ、ありがとうございます。カニかわいいね。ギフトありがとうございます。もうビール飲むしかないですね。暑いですよね。私はこれを飲んでます、今。ナポリンのメーカー、そう、帰った時にね、先週帰ってたじゃん、東海道、お母さんが買ってて、持ってきなさいって言ってきてる。美味しかった、美味しかった。チハルンがナポリン1本くれたの。いや、もうめっちゃあるのだから、いっぱい飲んでいい、そう、腰大丈夫ですかと。お尻ですか？お尻が痛いんですか？お尻が痛いの。筋肉大丈夫ですか？筋肉整骨院行きません？あとでセコマで、あ、セコマにあるのかな、これ今。ぜひ北海道の方で。何セコマとか言ったら行きたくなるじゃん。こんばんは、浦谷さん、帽子いいね。いい、ありがとう。キャスケット久々に、いや、この間もかぶったけど、キャスケット好きなの、春菜。じゃじゃん、じゃあこういう帽子よく似合う、よく、じゃあよくかぶってる。キャップ似合わないって言われるから、キャップ似合わないけど、私ね、帽子系結構似合うよ。はんちゃん、ベレー帽が、そう、ベレー帽大好き。ベレー帽ね、ベレー帽が10個以上持ってるよ、15個ぐらい持ってる、めっちゃあるよね、いろんな色持ってるし、持ってる、いっぱい。はんちゃん可愛いよ。ありがとう。ちはるちゃんも可愛いよ。あ、ありがとう。キャスケットってはるなちゃんのイメージだって。キャスケット大好き。黒も持ってる。ベレー。ハムちゃん可愛い。ハムちゃん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 可愛い。誰がハムスターだ。ハムスター飼いたいんだよね。そう、この間ペットショップに行ったの。ウェイウェイブと。ウィーウェーブちゃんと遊んで、そう、ペットショップ行こうって話になって、でもだいぶ前で呼んでます、うん、だいぶ前なんですけど、まあでもちょっと前だよ、ちょっと前か、先月ぐらい、うん、遊んだ時にハムスターが意外と安く売ってて、ハ
ハムスター子供食べちゃうの？え、どういうことですか？人間？人間の子供？違うでしょ、自分の子でしょ。あ、そういうこと。人間の子は食べないです。そういうことか。そうなの？20匹くらい産んで。ハムスター美味しそうだよねって。え食べちゃダメですよ。3匹くらい残す。え、ジャウトの17匹食べちゃってるの？え嘘でしょ？びっくり。あ、夢壊れた。共群するから注意。そうなの。春菜さん、モモンガ飼いたくて。モモンガ飼いたいんですよ。話が変わる。じゃあ、モモンガが飼いたいんだけど、ペットをね、飼ったことがないの、今まで。うん、マンションペット禁止だったから、うん、今まで。だから、急にモモンガ飼うって大変じゃん、きっと。うん、お世話の時とかね。で、一回、なんかまあハムスターが気軽っていうわけじゃないけども、一回ハムスターでペットっていうものになれないといけないなと思って、うん、だからまずハムスターを飼ってみようかなって。うん、モルモット、ハムスター、モルモットってどれぐらいの大きさ？でっかくないですか？でかいですよね、モルモット。ちっちゃいのがいい、手乗りサイズが。なんかハムスターがちょっと心配なのは、青木千春さん、人間の子供で怖すぎて。そんなわけないじゃん。そうだよ、だってあのカンペが人間、あ、じゃあ子供食べるんだよって言ったから人間って思っちゃった。そんなわけないじゃん。ウーパールーパーいいね。ウーパールーパー知ってる？これ知ってるよ。ウーパールーパー知ってるよ。流行ったよね。フェレット、リスザルなら怖い。フェレット、なんかとりあえずでも大きいのよりはちっちゃいのから飼いたいんですよ、まず。うん、これぐらい手乗りサイズがいい。可愛いよね。そう、癒されるね。なんかみんなコメント読んでると、皆さんペットに詳しい方がいっぱいいる。ね。すごい。ハムスターはコードをかじられないように気をつけ。あ、確かに。そうだよね。キュウエ爆笑。カメ飼ってました、ちっちゃい時。だけどいつの間にか死んじゃいました。あるのも金魚飼ってた。金魚も飼ってた。違うじゃん。緑ガメはさ。ちっちゃいけど確かに手乗りサイズだけどさ、なんかこうふわふわとかしてないじゃん。なんかこうなんていうの、こう硬い、あったかみのある動物飼いたいの。そう、ふわふわ、ね、カメは冷たいじゃん。なんかこうぬくもりを感じないけど、でもなんか見てると面白いよね、こうやってかわいい。カメもかわいいよね。かわいいよね。わかる。そうそう、手乗りバッファローって何？手乗りバッファローって何？聞いたこと。バッファローってそもそも何？バッファロー、そう、幸運動物飼いたい。赤線インコも買ってました。チャーリン買ってた、うん、アビを買えば。ティーカップの猫。え、犬ティーカップ。うーん、あ、これに入ってるやつです。やつデグー、の犬ですか？デグー。このちっちゃいですか？慣れたらさ、フクロウとか飼いたくない？フクロウさ、触ったことある？フクロウ超ふわふわしてんの。あれ見たことあるけど触ったことはない。長浜さん一緒にいましたよね、フクロウ触った時。チェキ、ランチェキ取ってて、ランチェキ取ってる時に公園にいたフクロウ、飼い主さんがいて、触っていいですかって言って触らせてもらったのに、すんごいふわふわしてて。あ、私その時違う方面に行ってたからね、見えなかった。そう、ポケットに入るサイズの猿飼ってみて。かわいいね。別れが辛いから寿命長いのがいいな。オウムとか、オウム長いんだ。あー、フリートークしちゃってたね。ごめんなさい、ごめんなさい。コーナーに行きましょう。コーナーに行きましょう。行きます。はい、今日のコーナーに行きたいと思います。それではせーの、東京アイドルフェスティバル2019の見どころ徹底解剖よっ。はい、ということで、あさって8月2日金曜日から始まる東京アイドルフェスティバル2019、はい、今年も私たちホワイトアイドル出演が決まっております。はい、あ、ありがとうございます。はい、ちなみに TIFF は10周年目ですね、うん、今年で。おめでとうございます。ひとくくりだね、10周年、ね、ハードルはそのうちの半分？ 4 回？半分？5回は出てない？4回？今年で5回目になりますか？2014年からか。14、15、16、17、18、19、6回目。お、6回目じゃん。6回も出てますか？いっぱい出てるね、思ったより。そうだね。やった。なんかもう、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい毎年読んでいただいて本当にありがたいです。はい。はい、ということで、そんな明後日から TIFF が始まるわけなんですけれども、
まずはですね、ホワイドルのタイムスケジュールちょっとおさらいしてみましょうか。ということで、はい、手書きで書いてきました。ででーん、ちょっとここ間違えちゃってさすごい太くなってるんだけど、はい、ティフフォワードル大抵、イエイ。まずは8月2日金曜日、1本目のステージは富士横ステージです。ちょっと土平日の昼間なんですけれども、はい、1時45分から2時までの15分ステージです、はい、これが屋内で結構快適なステージになってる予定です、はい、フジテレビの、ね、中なんですね。7階で、はいはい、やります。はい、そしてその後が物販特典会ですね。テントが9テント9で15時30分から16時半までやってます。富士横は小さいから早く並ぶの、そう、あのキャパシティがちょっとちっちゃめなんで、あの入場制限かかる可能性があるので、富士横早めに並んでください。はい、そして最後18時50分から19時5分までスカイステージに出演します、はい、スカイステージもこちらのエレベーターで上がるのに時間がかかるのと入場制限かかりやすいステージになってまして、今年もちょっとタイムテーブル的になかなか厳しそうなので、皆さんぜひ早めにスカイステージはお並びください。はい、はい、あ、ん？物販72？物販？なんかテント9、テント9だけど、た72、なんか数字でもなってますよね。物販と特典会が違うんだ。そう、販売するのが78だったかな。78？特典会が9。はい、なんで皆さん事前に物販で買うときは78 でも8か2分かんない。今見ましょう。私たち自分たちの場所だけ考えてみんなのこと考えてなかった。どこだ、だけ辛い時でも72って見た気がする。ティフティフ、なんか2、3日前ですよね、出たの。ね、あの皆さんに、そうだね、どこに書いてあるんだこれ。75、あ、75、あ、75、みんなの情報を信じます。多分75です。75ですか、72じゃなかった、はい、皆さん、ね、75で物販買って、その後特典会はテント9になるので移動して特典会を遊びに来てください。ちなみに何だったら特典会が一番あの体力使うので、そうです、並ぶ、はい、そう、並んだり暑かったりするんで、ね、テントとかね、並ぶとこはないから、うん、なんか日よけにパーカーとか1枚持ってくると頭からかぶれてもしかしたらいいかもしれないですね。です、帽子だったりパーカーだったりを、うん、はい、はい、帽子は違うね、場所が、場所が変わる。去年のどういうところになるんだろう。あ、そうなんですね、うん、皆さん、じゃあ、 あの去年まで通ってた方はちょっと慣れちゃってると思うんで、事前に特典会と物販の場所を一旦予習下見した方が、もしかしたら迷わずに来れるかもしれないですね、うん、携帯プール持ってっか、そんなのある？携帯プールガンダム広場があって、うん、はい、通路があって、はいはい、ワンガンスタジオがあって、はいはい、ここです。はい、ガンダム広場と湾岸スタジオの通路の間で物販やってるらしいです。よかったらまず会場着いたら一旦物販の場所を確認してみるといいかもしれないです。私たちも着いてね、確認でき次第あの一応ツイートとかするようにしますね。みんな迷わないようになるべくね。はい、じゃあ2日目の予定はこんな感じです。寄付2日目、8月3日はまずは特典会からですね。はい、物販特典会、こちら物販がちょっとわかんないんですけど、誰か情報ください。特典会は D でやります。14時30分から15時30分です。はい、1時間ですね、はい、販売は75です。あ、販売は一緒、はい、75で、はい、書く、あれペン、そうだね、あ、ペンありますか。75、青木ちゃんさん、ハオイ、かわいい、ハオイって言ってました今、ハオイ、ありがとうございます。販売は75。物販75。物販75で買っていただいて、テント D に来てください。はい、で、はい、3日はステージが1つだけです。ドリームステージにて17時40分から18時20分ステージ、はい。これが一番時間的には多分長いかな。そうですね。一番長いステージ。はい、ここちょっと。
スペシャルなステージを用意しておりまして、はい、20分の間にできる限り曲数を詰めてやりたいなと思ってるので、うん、マネティフのね最後のステージにもなるので、うん、歴史に残るようなステージにしたいなということで、はい、用意しておりますので皆さん楽しみにしていてください。ちなみにタワーレコードの方でも CD 売っていまして、そちらでも特典券がつくらしいので、あの最新の、ね、EP ヘイとかその前の、ね、アルバムとか買いたいなって方はぜひタワーレコの方で CD ゲットして特典会遊びに来てください。はい、はい、そしてですね、8月2日金曜日の TIFF から、物販でねメモリアル T シャツを販売します、はい、Twitter の方であのね画像とかも載ってたんですけれども、うん、はーちゃんが T シャツのね表のワイドールっていう手書きのねデザインをねロゴを描きました。描いてくれて、はい、後ろは2人でデザインを考えて、どういうやつ考えて、あとはちょっとね、うん、メモリアルということでちょっと大切なね、うん、日とか数字で書いてたりとか、うんうん、タイトルが入ってたりとか歴史を感じられる T シャツになっております。なのでこの T シャツをぜひゲットして、はい、あの一緒に ね, ね寄付、寄付から来てくれると、うん、ちなみにホワイトルとして出せるグッズの T シャツはこのメモリアル T シャツがおそらくラストになりますので、はい、よかったらぜひ皆さんゲットしてみんなでね最後のツアーまでねあのお揃いの T シャツで走り抜けたいなと思うので、はい、ぜひあのまずは初日はね2日から販売しておりますので、うん、ぜひ、うん、あの着る用と保存用と両方ゲットしていただければなと、ね、豊富に 5XL まであるので、はい、大きいお友達にも優しいサイズまで展開しておりますのでご安心ください。はい、ゲットしてくれると嬉しいです。あとですね、うん、夏フェスでは必須の汗拭きシートもご用意しております、うん、さっきも言ったんですけれどもね、あの自分で使う用はもちろんお友達に配る用などもう TIFF では必ずね重宝すると思うのでぜひゲットしてください。そしてですね、さっきも言いましたがスカイステージはですね、あの入場規制がかかる可能性もあります。エレベーターで上がるのにもね時間かかるので、時間ギリギリではなく、まあね、あの直前まで他のグループ見たい気持ちをぐっと抑えてですね、ぜひ早めにスカイステージ上がってきていただけると、はい、とても嬉しいです。はい、お願いします。はい、ご利用計画的にじゃないですけども、はい、TIFFのねタイムスケジュールは現実的にかつ計画的にぜひね組んでいただければなと思います。はい、そしてですね T シャツなんと制作の数が少ないということで、皆さんよければ保存用ではなく着る用に、ね、買っていただければと思います。はい、はい、あともう一つあるんですよ。あのですね、 TIFF のどこかのステージで新しい衣装を着ます。さっきまでねめちゃくちゃ、ね、そう衣装探したりとかしてて、そうなんですよ、うん、どこのステージでね着るかはちょっとお楽しみにということでなんですけどね。かわいいよね。はい、かわいい、きれい、かわいい、かわいい、かわいい、きれいみたいな、うん、小綺麗でかわいいみたいな感じ、小綺麗でかわいいでしょ。はい、ちょっと今回はね、あの作りとかではないんですけど、うん、2人でねコーディネートした衣装になります。コーディネートした衣装を着たいなということで楽しみにしててください。はい、どこかのステージで着ます。あなたたちは何着てもかわいいけどなだって、うん、ありがとう、ありがとう、知ってるよ。本当にどのステージも、うん、あのホワイドオール、本当に TIFF って何を歌うって毎回悩むんですけど、どのステージでもあの、ね、今までの TIFF で歌った曲もあるし、うん、まあ、今回初めて歌うね、まあ、ヘイの中からもね初めて歌う曲とかもあるけど、本当に TIFF はすごく思い入れのあるイベントだし、 TIFF、うん、で出会ってくれた人とかもね、うん、いっぱいいるし、いろんなお客さんがね、やっぱアイドル好きな人が、ね、みんな集まるところだから、最後ホワイトオールの楽曲とともに私たちの思いをどのステージでも皆さんにねお届けしたいなって思ってますので、ぜひぜひ、ね、三つとも遊びに来てください、はい、お願いします。お願いします。はい、うん、来年もしれっと出ていいからね、だってそう、去年のスカイステージを雷来そうでヒヤヒヤした、そうだよね、うん、覚えてる、雷がね、そう、あとなんか直前のズーちゃんがすごいステージトラブルがあったのとかも覚えてる。ああ、ありましたね、うん、原田鈴香ちゃんのね、懐かしいね、なんかもう懐かしい、それ1年前なんか、去年でもすごい私たち自身も気合い入ってたから、なんか直前まですごいなんかうーんってなっちゃうね。いやでもまた、ね、スカイステージもすごい楽しみだし、時間帯的にもね、うん、いい感じの
日が暮れるくらいかな、はい、今年もね、夜帯のスカイステージもらえたので、はい、なんか去年がね、すごい良かったって評判のおかげで、多分今年も夜帯のスカイステージをもらえたのかな、うん、6年出て、多分4年全部スカイステージ出てるんじゃないかな。うん、多分ね、最初の方はトップバッター、そう、だいたい昼間のスカイステージになることが多かったんですけど、うん、去年と今年からはもうね、大人なんでね、私たちもね、うん、夜のスカイステージに呼んでもらえるようになりました。嬉しいね、よかったらツイッターでよかったってツイートしよう。そうね、あのぜひ TIFF2019 とあのフォアドルっていうハッシュタグつけて、ぜひね、今年も TIFF の感想とか、あとフォアドルサマーっていうハッシュタグもね、一応しれっとあります。夏の思い出をみんなで共有しようっていう、そうそう、なんであのひらがなフォアドル、カタカナサマーだっけ、フォアドルサマーっていうのもあるので、ぜひ検索して見つつツイートしてください。 T シャツをですね、もし早めになくなったら増産するかもねとのことなので、はい、でもあのあれですね、あの他の人のことも考えて数量買ってくれるととても嬉しいです。はい、はいはい、こんな感じですか。コメント読もう読もう。なんかとてもね、ありがたいことに活動終了を発表してから、あの平日でもすごいたくさんの方に遊びに来ていただいてたりとか、特典会の列がすごい 長くなってたりとかで、あの寄付もね、もしかしたら結構バタバタする可能性もあるし、 TIFF に限らずこれからのライブもね、ちょっと皆さんにご協力いただいてバタバタする時とかもあると思うんですけれども、ぜひね、みんなであのみんな平等にね、あの話せるととても嬉しいなって思うね。誰かがね、話せずに帰ったとかそういうことはなるべく避けたいので、ぜひ皆さん温かい気持ちで協力していただけるととても嬉しいなと思います。ティフはね、特に時間タイトなんで、1時間で、はい、あ、そうそう、ツアーの、お、そうですね、あと15分でツアーの先行予約が締め切りになりますが、皆さん、ご予約忘れないですか、大丈夫ですか。ツイッターもさ、煽った方がいいかな、あと15分でしょ。でもなんか、みんな予約したよって言ってくれて、なんか嬉しいよね、ね、本当に宿も取ったよって言って報告してくれたり、本当にそう、チケットまだ当たるか分かんないのに、嬉しい。でもね、みんな当たる、大丈夫。デフって書いちゃった、あと15分デフって書いちゃった。あと15分、あと15分です。でも、もしあの今この配信見ててまだ知らないよって方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですけど、私たち9月のね、29日から11月の24日までラストツアーを行うんですね、はい、でその先行チケットの販売予約が、今日の23時59分までとなっています、はい、ね、名古屋と札幌、大阪、東京の4都市もあります、はい、でもしもあれなんだよね、ここでいっぱいになっちゃったら、そう、予定枚数を超えると抽選という形になっております。のみになっちゃう、ね、特にあの、はい、札幌とかも最後に地元でのライブ見たいって方も多いですし、あとはラストの 2days 23日の方は1回公演なので、そっちがもしかしたら結構パンクする可能性がありそうなので、もうあの予定はまだ分かんないんだけど、事前にチケット取れるのであれば先に予約しておくのが得策かなって思います、はい、最悪ね、どうしても行けなくなったらお譲り先多分見つけることもできるかなと思うので、まずはね、先行で自分の分のチケットを確保していただければなと思います。ちょっとね、いつもはね、ゆとっちゃって、あのでも直前の前日とかにチケット買ってるよっていう方とかも、もしかしたらそれが今回はできない可能性もあるので、東京最終日法事ですが無理やり行けるように調整したんで当たりました、そんな言葉でしてくれたのありがとうね、本当にね、ありがとうございます、コウヘイ君、ありがとう、どうか当たるように願ってます。私たちも みんな全員で当たってほしいなって気持ちでいるので、まずは先行でチケットだけ確保しておいていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。まだね、あと14分ぐらい、そうですね、あとね14分ある、14分ある、あと14分あります、はい、まだ間に合います、お願いします、チケットしてください、はい、
大阪もね、意外とちょっと会場広かったりするので、よかったらお友達とか誘って来ていただけると、うん、仲のいいグループもね多いんで、そこで一回フォアドル見たことあるよって方にもね、よかったら最後の大阪ワンマン見に来てほしいです。ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。大阪全部行きたい。でも全部行くよって言ってくれる方も結構いるよ ね。嬉しい。本当に全通ってそんな簡単にできることじゃないからね、うん、すごい本当にありがとうございます。飛行機乗ってね、札幌来てくれるっていう方もいっぱいいるし、ね、うん、本当に嬉しい。本当にありがとう。そう、うん、あの大阪の会場は新幹線の新大阪駅から近いので、江坂ミューズ、はい、なんでね、遠征好き、遠征好き。あ、本当嬉しい。ね、最後のツアーではあるけど、別にしんみりせずにみんなでね、全国一緒に旅行するみたいな気持ちで、ラストね、あの全通してくださる方は一緒に旅行気分で楽しみましょう。この4ヶ月バードルに全力投球だぜ。ありがとう、本当に。なんか遠征でさ、ファンの皆さん同士も一緒に旅行して、うん、美味しいもの一緒に食べて、ね、ライブも楽しいって、なんかそういうのもすごい、うん、私たちもお話しするの聞くのも楽しいし、うん、何食べたのとかね、うん、楽しいよね。江坂よく出張で行ってました。お、じゃあもう慣れたもんですね。今年の使い切ってでもぜひ当たってほしい。本当にもう、あのね、昨日ね、あの特典会来てくださった方は先行の申し込みの画面まで行ってね、あとは押すだけだから押してくれって言われて、あるのボタン押したりした。当たりますようにって、みんなに当たってほしい。ファイナル残るのみんなとか、みんな ね回って美味しいもの食べてね、食べたいね、美味しいもの、ね、あ、押してくれてありがとうって来てる。こちらこそです。当たりますように。4ヶ月連続で会いに行く。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。楽しい4ヶ月にしようね。多分なんかこの最後の4ヶ月間が活動始めたから一番楽しくなるような気がしてならないんですよ、私は。うん、なんかそうだよね、まあそこも全力で行こうって決めたので、うん、今までももちろん楽しかった時期いっぱいあるけど、うん、なんか最後なんかこう盛り上がってみんなでなんか一つになって走り抜ける感じが、うん、寂しさももちろんあるけど、うん、すごく楽しい4ヶ月になりそうな予感がしても、それはもう全部みんなのおかげ、本当に、うん、みんなのおかげで4ヶ月楽しくなりそうな予感してるので、うん、はい、一緒に楽しい思い出いっぱい作りましょう。あ、そうか、名古屋はね、3日間ライブがあるんですよね。そう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 、あれ ?3 日間 ?3 日間クロスオーバーがあって、あれ違うか、違う、クロスオーバーがあってツアーだよ、2日間。2日間だ、2日間ですね。2日間、2日間でした。今のところはね、2日間か。あ、札幌もね、2日間あれあるで、ないですか、あれ出てるよって、来てる。どっち、札幌、名古屋、どっちですか。名古屋、名古屋はクロスオーバーとツアーです。クローバー前夜祭とかないのかな。今回はね、前夜祭はないですね、クロスオーバーは、はい、後ろの習字いいですね、ありがとうございます。あれプリントだけどね。今のところに期待、はい、名古屋 3days って書いてあるよ。 あれ把握してない。あれ？あれ？あれ？とりあえず名古屋はクロスオーバーとツアーです。はい。9月27日金曜日、名古屋まで。書いてる。あ、なるほどなるほど、うん、名古屋にはいるってことですね。名古屋にはいます。金曜日名古屋にはいます、とりあえずいます、はい、で土曜日クロスオーバーフェス、はい、日曜日に、ツアー名古屋公演という形になっております。まあいるだけですね、金曜日は、はい、いるだけです、はい。待っててね。そう、味噌カツ食べるためにね、みんなで。
で前乗りしましょう。ホームページには9月27ないの？え、ないよ。ファイナル浅草、俺の故郷でめっちゃ嬉しい。ぜひあれか、ぜひ来てください。どこだ、ライブ情報更新しましたのとこに書いてあるのか。予定開けて待っていてください。台湾ラーメン台湾ラーメン美味しいよね、辛いけど。台湾ラーメン食べたくなっちゃったじゃん、ね、うん、誰言ったの、親方食べたくなっちゃったでしょう。名古屋と東京だけ応募しました、ありがとう、うん、本当だ、9月27日名古屋書いてある、一応半休取ってある、ありがとうございます、早く発表できる、ありがとうね、早く発表したいですね、はい、はい、まあ、こんな感じでちょっと話がそれましたが、あの明後日からね、あの2日から、2日3日と私たち TIF2019 出演させていただきます。タイムテーブルはさっき見せた通りになっておりますので、はい、よかったらね、ぜひ、よかったらぜひというか、今年はね、フォードルメインで組んでくれるととても嬉しいなと思います。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、本当に何度も言いますが、暑さがすごいすごいので、毎年本当に熱中症だけ気をつけて、体調には気をつけて、はい、たくさん T シャツの着替えと、あの日差しよけと、あの汗拭きシートなど持って、はい、ぜひご参加ください。ぜひ2日間待ってます、待ってます。 TIF でお会いしましょう。以上、東京アイドルフェスティバル2019の見どころ徹底解剖でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんで会えるの楽しみにしてます。はい、TIFでね。はい、それから後で、ね、ざっくりと言ってしまったんですけど、うん、まあ、明日は8月ですから。そうだね、明日から8月か。フォワドルサマーももう半ばだよ。8月なんて早いよ。早いね、早いね。はい、はい、ではギフトの紹介に行きます。コジさん、ハート100。たっくん、暑いね、暑いね。コジさん、暑いねよ、暑いね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 。アメちゃん、暑いね6。暑いね、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 暑いね。カニ10。タコ7。アミとアメちゃん、アメちゃんいました。タツさん、タツさん、タコ、トリプルアイス、シュウさん、クマに、クマ、タッチャさん、トトイ、トトイ、アリオさん、カニ、カニ、タカシーさん、カニに、カニ、カニ、タコ、ハート600、1、2、3、4、5、6。ゴールデンさん、熱いね3。熱いね、熱いね、熱いね、トトイ、トイ、トイ、よっちゃんと三年目さん、カニ、ナマコさん、カニ、ゆきのさん、マダバ、レイコだけのヤシャンさん、あついね、暑いね、さきどんさん、クマ、マサシ、かっこマサさん、あついね4、あついね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 、シューツスターさん、あついね、あついね、エッジ、エッジ、エッジさん、エッジさん、あついね、あついね、マロウドアットマヒロンズさん、あついね10、あついね、あついね、あついね、シューツスターさん、パチパチ、星出向さん、たとい、たとい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあラストのコーナーに行きたいと思います。恋なのさで、生ライブなのさ、せーっとチェンジ、では最後はですね、そんな TIFに向けてね、皆さんと一緒に熱くなっていこうという気持ちも込めてこの曲をお届けしたいと思います。はい、では聴いてください。 It's alright。Yeah.
私たちホンアイドル東京アイドルフェスティバル2019に出演します。改めてタイムスケジュールです。8月2日金曜日は13時45分から14時までは富士横ステージでライブがあります。15時30分から16時30分は物販特典会が10と9であります。そして18時50分から19時5分はスカイステージでライブがあります。で次の日8月3日土曜日は14時30分から15時30分が物販特典会がテント D で行われます。そして17時40分から18時がドリームステージでライブがあります。ということでホワイドールね、3ステージ TIFF でライブをやらせていただきます。どのステージもね、皆さんに楽しんでもらえるように精一杯頑張るので、ぜひ見に来てください。お待ちしてます。はい、そしてホワイドール8月最初の定期公演が8月6日火曜日にあります。会場が渋谷グラッドで、一部が17時30分、二部が19時30分です。今回はダンスライブなんですけれども、今回企画がですね、あなただけが決めるセットリストという企画を行います。はい、こちら今日からですね、あの募集開始になっているんですけれども、はい、皆さんがあのホワイドールに歌ってもらいたいセットリストを組んでもらって、その中から応募された中から私たちが1枚だけを選んで、そのセットリストを再現するというライブを行いますので、皆さんね、お好きな曲などでセットリスト自由に組んで、ぜひね、こちらの info.hoaidol@gmail.com のアドレスの方までお送りください。募集期間が8月の4日23時59分までとなっております。ぜひぜひ皆さん素敵なセットリスト組んでくれるの楽しみにしています。はい、
考えるだけでも楽しい、はい、もう送ってくれた人いますか？あ、ね、もう送ってくださった方も何人かいらっしゃいました。ぜひたくさんのご応募お待ちしてます。お願いします。お願いします。ちょっと今までやったことない企画なんでどういう形になるかわかんないけど、うん、詳しくはホームページを見てください。はい、シケラ、はい、ということでね、8月もティフが終わっても、うん、定期と公演とか定期インスタとか、そうね、アットジャムもありますし、うん、まだまだライブあるのでね、楽しい夏にフォアドル様にしましょう。いい様。はい、ではギフトの紹介。あ、待って、はい、わかりました。さっきコメントにティフで応募忘れそうだなって書いてる人いたんで、あ、そう、あのティフで忘れると思うんで、みんなティフ前にぜひ応募しておいてくださいね。はい、じゃあゲスト紹介していきます。はい、トシヒコさん、トートイ、シュウさん、トリプルアイス、カズキさん、ハート1600、123456789101112 14 15 16。暑いね、暑いね。ゴールデンさん、ハート600123456、トートイ9、トートイ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 。暑いね、暑いね。花束、ハネルさん、いいね、カニに、よっちゃんと三代目さん、ハート100、まさしかっこまささん、ハート100、ねぶんさん、ハート100、とうとい10、とうとみが深い、カニ、熱いね、熱いね、トシアと台湾さん、ハート600、1、2、3、4、5、6、BPM188 さん、ハート100、カニ、カニ、サッチャーさん、タコー、たかしんさん、赤いだるま、だるま、シューツスターさん、パチパチ、暑いね、暑いね、アリオンさん、とどい、とどい、さきどんさん、カニ、まやかたさん、暑いねさん、暑いね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 、とどい、とどい、なっちゅさん、パチパチ10、はい、よそれ、ありがとう、ありがとうございます。まさしまささん、パチパチ、たっくんさん、とうとい2、とうとい、とうとい、こうじさん、あついね、あついね、たつさん、とうとい、とうとい、いいね、いいね、ぶんさん、かなたば、はい、ありがとうございます。まだある？ないかな？ないですか？はい、はい、ということで、では最後はランキングの発表ですね。第10位から1位の方のお名前を読んでいきたいと思います。第10位を、あ、来ました。第10位はドゥル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 、じゃん、ハネルさん、ありがとうございます。第9位じゃん、サキドンさん、ありがとうございます。第8位じゃん、ナマコさん、お、初ランクインかな、ありがとうございます。ありがとうございます。第7位じゃん、たかしさん、ありがとうございます。第6位じゃん、ぶんさん、ありがとうございます。第5位じゃん、じゃん、しゅちゃん、ありがとうございます。第4位じゃん、かずきさん、ありがとうございます。第3位ドゥル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 、じゃん、おやかたさん、ありがとうございます。第2位じゃん、ゴールデンさん、ありがとうございます。そして今日の第1位はドゥルドゥルドゥル、じゃん、じゃん、あめちゃん、初1位かな、違うかな、2回目、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。はい、たくさんのゲストありがとうございました。1月もね、1ヶ月間ありがとうございましたって言ったら8月になってたもんね。8月です、今日から8月もよろしくね。8月になった、ん、8月だ、ね、先行予約終わっちゃったね、終わっちゃった、
こんだけ言ったから忘れた人いないでしょ。おまだありました。しの SHINO さんとあめちゃんがハート100。あめちゃんハート100。ハート100ありがとう。しのさんがなんだ、尊い。尊い。ありがとう。そしてまさし、かっこまささん、パチパチが6。はい。やー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい最後までギフトもありがとう。ほんで、ありがとう。最終ビュースが1401。今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週も皆さん忘れずに見てくださいの前に、はい、あれですよ、久しぶりに、ね。何連続かで忘れちゃってて、忘れちゃっててもうごめんなさい。で今日スクラッチがね今やってなくて、時期的に手に入らなくて、私たち初めてトトを買ってきました。トトって買ったみたいですね。トトビッグ、はい、5口買っちゃって1000円分。なんかすごいスポーツなんですねこれ、うん、ちょっとスポーツのやつ買っちゃいました。サッカーのやつ。これあの発表、結果発表が8月の4日なんですよ。なので一応あの買ってきたよっていうのだけお見せします。結果発表なってから当たったか当たってないかは皆さんにご報告したいなと思いますので、はい、これ当たったらすごいみたいなやつを、ね、皆さん頑張ってしておいてください。フォワードル、ちょっとよく分からず買ってしまう。フォワードル今年多分持ってると思うからね、当たると思うの。だからみんなお祈りしててね。はい、なので今日ちょっとスクラッチがないんですけれども、一応宝くじは買ってきました。はい、8月4日をお楽しみに。楽しみに。はい、当たったら CM 出てね。あ、だそうだね、CM 出よ。コンサドーレ札幌を応援してます。当たったら T シャツたくさん作ってください。作るね。ラジオの番組とか出るよ。当たったら追加公演東京ドーム。イエーイ、東京ドーム立ちます。とか言っててね、本当になったりしてね。当たるよ、言霊信じよ。フォワードルトトビッグ当たるって毎晩言う。フォワードルトトビッグ当たる。フォワードルトトビッグ当たる。はい、じゃあ皆さん来週も忘れずに見に来てください。はい、果たしてどんな企画が待っているのでしょうか。愉快なコーナー、警戒トーク、忘れちゃいけない生ライブ、早く来い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 。水曜日、アキチャルと新谷春菜がお届けするフォワードルに恋なのさでお会いしましょう。8月、かやりブーブー、マクラーレン高田さんありがとう。ありがとう、ありがとう。またね、また来週。